こんにちはベースボールライターです今回の動画ではオリックスバファローズのドラフト指名予想をしていこうと思いますオリックスの補強ポイントは以下の通りですそれでは指名候補選手を紹介していきます 大阪商業大学、渡辺誠也、走行手3拍子揃った外野手、鋭いスイングから放たれる打球は最速170キロを計測した。阪神の岡本スカウトは、走行手3拍子揃っていて、逆方向に長打が打てるとコメント。 青山学院大学,西川美少大学生ながら侍ジャパンに選ばれた実績のあるプロ顔負けのパンチ力を持つ東都大学リーグ屈指の強打者ヤクルトの小川 GM はすべてにおいてレベルが高いと大絶賛。 神戸陵高校村上タイト高校から投手をはじめ、最速は153キロ。力感のないフォームから伸びのある直球を投げる。オリックスの谷口スカウトは、股関節が柔らかくて、うちの山岡のように力を無駄なく伝えられていると太鼓判を押す。 国学院大学、柳立健吾。東都大学リーグを代表する安田製造機。一年の春からリーグ戦に出場し、三年の春には首位打者を獲得した。高校時代は投手も務めており、スローイングの良さも魅力の一つだ。 東京ガス、中尾雄介、社会人トップクラスの俊足を誇る走行種のレベルの高さが際立つ外野手。プロ入り後はどの打順でも相手にプレッシャーをかけられる嫌な打者になるだろう。 今日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。